うわ、これ確かね、毒のある毛虫なんですよね。めっちゃついてるで、この草。ほら、風がすごいな、風が。うわぁ、めちゃくちゃね、綺麗な色をしてるんで、いやぁ、触りたくなる気持ちはあるんですけど、まあ、毛虫なんで誰も触りたくないとは思うんですけど、この毛虫触ったら、マジで、バリ、確かめちゃくちゃかぶれるんだよね、体が。うわぁ、気持ち悪い、めっちゃ悪い、とりあえず通る。止まった。ここにさ、バカでかいのいんの。ちょっと待ってよ、茎からもらってみようか。あー、落ちたー、待ってー。ここにもいるわ、バリでかいの。ちょっと待って、落ちて俺の手に乗ったりして、どうすってや。もう怖いやないか。まだじゃあピンセットで聞きおろ。もうピンセットで。えい、あなたじゃあつまみあげよう、もうしゃあない。うん、しゃあないわ。はい、よけんでよ。あ、どこ行く。はい、あ、ちょい。いや、この毛虫はマジでみんな触ったらダメだからね、マジで。本当に全身痒くなるからね、これ触ったら。こいつが欲しい。一匹一匹さ、ちょっと観察用にこっち来てほしいんだ。よし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 、取れた取れた取れた。でかー、マジででかい。頭はこっち、頭はこっちね。やばいやばいやばい。いや、ブリンブリン育ってるよ、こいつも。やばいよ。このね、なんだっけ、あのラミーカミキリとかがひっついてるタイプの草に、まあ夏からね、まあ秋にかけてよくこの昆虫、このね、毛虫はついてるんですけど、なんか知らんけど、こいつはね、めちゃめちゃね、な、ちょっと、待って。毒があることだけは知ってる。うわ、なんかエキス出した。汚ね。止まれ。やっぱほら、綺麗な花には毒があるって言葉があるように、綺麗な昆虫には、おい、どこ行くどこ行こう。待って待って。おい、待って待って。その先は俺の指があんねん。やめろってお前。マジで危ない。黒ひげ危機一髪やっとるわけないんよ、俺は。どうする気、そっからね、その先ないよ、もう。ああ、ビョン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 してからもう、やばいよね、色黒い。このなんかね、白いね、トゲトゲがあるんだけど、いや待って、俺の手にしつくなよ。この白いトゲトゲ、これがね、確かね、危なかった気がする。よく覚えてないんだけど、そう、俺の友達がね、これに刺されてね、首がね、めちゃめちゃかぶれてた。なんかクワガタ取りにいた時に、自分より高い位置にこのね、この草が生えてて、でそっからこの毛虫がね、首元に落ちてきたみたいで、めちゃめちゃ腫れてましたね。まあこの人によっちゃこれを見て美味しそうと思うのかもしれませんけどね、まあ、ここまでボテボテに太ってるんでね、なんかもう顔がえぐー。いや、えぐー。待って、お前 U ターンしてくる気やろ。やめろよ、お前マジで。ピンセットさ、そっちで持つもんであってさ、そこに捕まられるとマジどうしたらいいかわからんくなる。そう、イモムシってね、足の後ろの方、後ろの方がね、吸盤。足の後ろの方は吸盤になってて、前の方はね、なんかね、葉っぱを掴むために尖ってるんですよね。見せたいんですけど、どうかな。この、ほら、前の足の方は尖ってるでしょ。この尖ってる足で葉っぱを掴むんですよね。で、この、
後ろのこのプニプニした足ね、このプニプニした足が吸盤になってて、これで歩くんですね。はい、もう逃がしましょう。ちょっと待ってなんかアリがいっぱいいるなと思ったらさ、この危ない毛虫を運んどる。何しとといじめられようやん、アリに。うわぁ、アリもすごいね。やっぱ集団で襲いかかってやっぱり一瞬で締めるんよね。この子まだ生きてない？気のせい？アリが運んでるのが生きてるように見えるだけ？大変やね、あんたち兵隊アリも。そんなでかいのを運ばねえかんくて。頑張るんやぞ、お前ら。いいか、頑張れ頑張れ。